古くはぬ非常識。北王子魯山人。朗読大下夏目。フグを恐ろしがって食わぬ者は、フグは食いたし、命はおししの語源に引っかかって、味覚上とんだ損失をしている。その論拠の価値を極めもせずに、うかうか語源に釣り込まれ、惜しくも無知的判断から、いやいや、常識的判断から震え上がり、その実、常識を失っている。これらに向かって我々が当期常食する天下唯一の美味、また不思議の絶味であるフグの料理が、いささかの危険性なき事実を順々力説してみても、その確実を容易に信じようとはしない。いわゆる先入視にとらわれて、癌として動こうとしない。フグというもの、いかんせん人命を奪う毒素があり、例えば十中の三くらいは確実に中毒し、全く命に関わると決まっている時にこそ、フグは食いたし、命は惜ししが岐路に立って迷い人のために、時に良き教訓となり、危うく人の生命を守りうる寸鉄の働きと並んでもないが、この頃のようにフグの安全料理が確立して、全く危険が取り除かれた時においては、フグは食いたし、命は惜ししは寸鉄としての価値を失うばかりか、無益に人を恐怖さすところのたわごとにしか当たらない。鹿のみならず、人の幸福を拘束する余計な失言であるとも言えられる。誰が言ったか、いつどんな時代にできた風刺だか判明しない。フグは食いたし、命は惜ししに、わけもなく虜になって、それがためにかえって目前の体験実際が物語る安全を信じられないということは、不甲斐ないばかりか、非常識でもあり、あまりにも無縁なこととして恥ずかしい。飛行機に乗ることが冒険である、これは肯定できる。是非を顧みるいとまもないほどの休養がない限り、いたずらに飛行することは決して遠を得た常識とは認めがたい。しかし今日のフグ料理は絶対安全といって差し支えないまでの成績が上がっている。この時安心して天下唯一の美味に親しんでみることは決してあだごとではないと思われるのである。何でもかでも海から山から捉えて、食べ物となす人間としての当たり前の行事といえよう。それも鯛や鴨のうまさ、うなぎや天ぷらのうまさ、このわたやからすみのうまさ、あゆやあなごのうまさ、まつたけやしめじのうまさ、うどやぜんまいのうまさ、そばやそうめんのうまさ、すっぽんやさんしょうごのうまさ、若さのひとしお、石狩の荒巻き、あるいは塩草、あるいはきくらげ、ガチョウの肝、キャビア、まあそんなもののうまさに似た程度のうまさであるならば、私はあえてガタガタする人々にわざわざ鞭打ったまでフグの提灯持ちなんかしやしない。フグのうまさというものは実際絶対的のものだ。フグの代用になる美食は私の知る限りこの世の中にはない。私は人が何と思おうと構わぬ気で告白するが、今日私ほど美食に体験を持っている人間は世間にほとんどない。朝から晩まで何十年来片時も欠かさず美食の実験に浸っている。全く私のようなものはまずないと信じられる。この点では僭越ながら、清浄広しといえども、自分は美食家として唯一とは言わないが、稀有の存在であると信じている。もとよりそれが善事とも悪事とも思わないこと、もちろんだ。偉いこととも思わねば、バカな所業だとも思わぬ。ただ、そういうふうに生まれ合わしてきただけだと思っているまでではあるが、とにかく、誰が何と言っても美食没頭の体験においては、人後に落ちない自信を有している。したがって
あらゆる美食を尽くしていると告白するに躊躇しない。この日夜、飽くなき美食何十年の実際生活を基本として思考紙幣に判断するとき、フグは絶味も絶味、他の何者にも所を意にすると断言してはばからないのである。由来毒をもってなるこのフグなるものも、料理に法を得れば何ら危惧なくして幸福を満たされることは前申す通りだ。しかもこの頃のように下関から飛行機その他で自由に取り寄せられ、あるいは下関そのままのフグ料理屋、フグ料理屋が東京に少なからず散在する際だから、この美食計画に未だ出会わない発行者は一生の不覚を悔いに残さぬよう、本前何を置いてもまずフグ料理の美味を心むべきである。そしてその食い焼きから得た自覚を振りかざして初めて美食美味を語るべきだ。下関人の話によれば、下関、馬鹿、広島、別府方面におけるフグの商い高は年々60万円を下らないと誇る。これを話半分にして30万円のフグが年々人の口に入るわけだ。それが一人前最高の5円あたりにして6万人分であるから、一人前1円くらいから飽きなう料理店などを加えて工数を想像するとき、話半分の30万円から概算してもなおかつ10万人分くらいにはなるはずである。これだけのものを飽きなう料理屋、その他専門店などのフグ料理からは一人の中毒者さえ出したことがないと言ってまた誇る。これは私は信じてやってよいとするものである。しかしてこの危険なき実際状態を目撃し体験する者からは、もはや常識上仮初めにもその不安に駆られてよい分け合いのものではないという結論が生まれるわけだ。フグを料理する法といっても実はそう難しいものではない。生きたるフグを条件として、ただ肉汁骨汁の血液を点滴残さず去ることのみの仕事と返してよい。だがなんだと言って軽々に取り扱う気になる万有はやめてもらいたいが、それには何を置いてもまず下関、馬鹿、別府など本場の専門的包丁人によって作られたものを食うという常識を必要とする。死んだフグを料理しては危険のある場合が多い。また素人料理にうかうか安心してはいけない。フグによって命を失ったという話の全部が全部素人包丁の無知が原因となっていることを明記する必要がある。値の安い場合にも注意すべきだ。